おはようございます。おはようございます。今日企画知ってますか？ちらっと聞きました。なんか試されるらしくて。なぞなぞです。なぞなぞです。拍手ちゃうのよ。やばいって俺。なぞなぞはどう？得意？まず初級からやろうよ。そんな簡単なのいっちゃう？え、超簡単？そんな、いや、わかんない。じゃあ、とりあえず初級からいってみますか。はい。まずは。はい。じゃあ、まず1問目。1問目。食パン、カレーパン、このうち人の言うことをよく聞くのはどれ？食パンマンさんよ。食パン、カレーパン、一番よく話を聞くやつ。食パンよね。やっぱ食パンマン様しか勝たんのよ。どうなの？食パン。食パン。うん、なんで？なんで？耳があるから。うおー！手知らないよ。でもさ、結果論だからさ、やっぱゴルフもジャンプも謎謎も、ね、合ってりゃいいのよ。そうだよ。もうとか言ってるけど。なんとなく食パン。なんとなく食パン。次行きます。はい。タヌキの宝箱はどんな箱？タヌキの宝箱はどんな箱？え、俺思ったけどこれ企画潰れるぜ。もうこれ初級でしょ？じゃあ、うん、分かった。ヒント、宝箱をゆっくり読んでみよう。もう今答え言ってた。あ、空箱だ。正解です。こんな感じなんで。うわー、むずい。こんな感じなんで。じゃあどんどん来いよ。調子乗ってきた。じゃあ、はい、次行きます。来いや。ナイスなスイカは何になる？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 ナイスなスイカ。ナイスなスイカですね。全裸監督です。ナイスですね。ナイスです。ナイスなスイカはですね、またナヌク系とかじゃなくて、ナイススイカ。何？スイカ？ナイス。ある生き物になります。あ、ナイスってこっちの方。え、逆に何だって。逆に何？フルーツになるんだ。え、違う、スポー、生き物になるんです。ちょ、混乱してんのよ、私は。テンパってますね。テンパってる。テンパってますね、今日。ナイスなスイカは、ある生き物になる。ある生き物。これ多分幼稚園児でも分かる。いいですか、答え言って。いいよ。イカです。さっき、ナイスのスイカですよ。巣がないんです。そういうこと。じゃあ次の問題。外国製のものは好きじゃないという人の職業ってなんだ？それは大工さんですよ。どうして？だってさ、外国製の製品が入ってこられてもさ、家建てるの面倒いじゃん。正解は、はい、コックさんです。コックさんね。そうです。なるほどね、そういう系ね。いいよ、俺マジでそろそろ本気出すから。マジで、ね、本気出してくれるんですか？本気出すから。いや、俺マジで本気出したから。お願いします。うん、次こそは正解してください。さすがに、さすがにね。来いよ。透明人間の職業といえばなんだ？じゃあヒントね。うん。透明って何色ですか？透明はクリアだ。クリア。日本語にすると？透明。
ちょっと、いろんな話マジで頭悪いのバレるんだけど、いろんな話してもう一回ちょっと、あの、問題、うん、入ってきてないよ、どっちに届いてない、透明人間の透明人間の職業といえば、はい、なんだ透明人間の職業は職業でしょ、うん、クリアでしょ、色って何、透明って何色さ、ないよ、ないじゃん、答えじゃんそれ、嘘、マジで頭悪いね俺、じゃあいいですか正解、はい、無職です。おい、問題ひねくれすぎじゃねえのか。でも、なぞなぞってそういうもんか。そうだよ、僕やっぱ素直なんですよ。もう本気出すのやめたんですか。本気出すのやめた。これ本気出さない方が勝てるよ。マジで、うん、考えちゃダメよ、感じなきゃ。じゃあお願いします、はい、いつも S サイズの帽子をかぶっている人の職業ってなんだ。小さいってこと。そういうこと。小さい帽子、そのまま行こう、ちょっと陰踏んでこう、そのまま小さい帽子、次のフローが出てこないっす。じゃあ、サイは昔でいい、大中小で、大中小の帽子、ビッグ、なんで英語にしたスモール大中小がヒントだよね。大中小がヒント。小さい帽子、小さい帽子がヒント。小さい帽子の人の職業でしょ。そう、 S サイズの帽子をかぶっている人の職業。ひねくれてますこれも。めっちゃひねくれてる。まあまあそうじゃないね、うん、S サイズの帽子かぶってる人の職業でしょ。うん、大中小で言えば小の帽子をかぶってる人。ちょっと来た消防士。なんでかけるの。絶対今かける消防士正解です。簡単じゃねえか。いやもう答え言ってんのよ。簡単じゃん。どういうこと。じゃあもう本当に、うん、すごい簡単な、うん、星1、星1ね。大きいと言われる職業ってなんだ。大きいと言われる職業、大丈夫。どういうこと。どういうこと。大きいが大で仕事が丈夫だから大丈夫。あ、そういう親父ギャグじゃない。違う、そういうのやってなかった。大きい、うん、じゃあ例えば、うん、レストランに行って、はい、すっごい大きい料理が来て、はい、オムライス頼みます、はい、すっごい大きいオムライス来ました、はい、一言目になんて言いますか。うわー、すっごいなーって初めの一歩ね。幕の内一歩ぐらいの声量で優しく言うけど、目輝かせて、すごいなーって漫画でしょうか。オムライス、大きいオムライス来たらダメですね、これは正解はデカです。デカって。そう、もう一回問題言って。大きいと言われる職業ってなんだ。デカ。なぞなぞってむずくない。じゃあ次は、はい、逆になんかもうほんと陵侑自身がひねくれてるから、うん、逆に引っ掛け意地悪クイズ、はい、行ってみますね。カモンメン。5人でかくれんぼしてます、はい、2人見つかりました、はい、残り何人ですか。2人。正解、うん、なんで。え、だって1人4人でしょ。おお。すごーい。え、なんで。すごい。保育園児。やっぱひねくれ問題は強いのかもしれない。え、ちょっと待って、これめっちゃストレートよ。ちょっと待って。じゃあ星1個あげましょう。イエーイ、星1個獲得。これな、なに、星な5個貯まったら何かと交換できるとか。ドラゴンボールです。あ、ドラゴンボールだ。ドラゴンボール1個1個ゲルのパンティーもらえないかも。もらえない、うん。
ある場所で世界中の人々が集まって開かれる会合がありました。その会合の会議の途中にいきなり停電になりました。その時一番最初に電気をつけろと言ったのはどこの国の人である可能性が高い。どこの国の人が言ったら、そう、電気をつけろ、電気をつけろ、考えを止めないようだ。ちょっとヒントちょうだい。一番最初に言った人は何て言ったか。Please 電気をつけるって言ったんだよ。ライトオンっていうのかな、ライトアップっていうのかな。でも ほんと答え言ってる。ライトアップでしょ。電気をつけろって言ったんだよ、うん、何人外人あ、電気は分かった日本人じゃん正解電気つけろってね全部英語に持ってくんだもん、うん、言ってない電気つけろってね、そう言ったんだ。すげえ。ちょうだいちょうだい、そういうのもんと。いきます。欲しくなっちゃってんだこっちちょうだい。硬貨が2枚あり、はい、合わせて150円です、はい、そのうち一方が50円玉ではないとすると2枚は何と何でしょう。硬貨が2枚あります、合わせて150円、そのうち一方が50円玉じゃないですとすると2枚は何円と何円ですか。やばくないそれ。この国の定義破壊してない。一方だけ、片方だけが50円玉じゃん。150円、そう、どっちも50円ってことに対して100円にしかならない。もしかして外国通貨ユーロ換算してから円に戻したそう、職業病やめてください。違うんだいいですか、じゃあ、うん、一方が50円玉ないと言ってるので、うん、もう一方は50円玉ってことは100円だから100円と50円、素直な。そんなのありやばくない。次の問題です。次の問題です。お酒は20歳から飲めます。そうですよ。タバコは20歳から吸えます。はい。選挙権は18歳からです。18歳では自動車は何歳から乗れるでしょうか。乗れる自動車は何歳から乗れるか、車は何歳から乗れるか。え、確かに1歳から乗れる。0歳からでも乗れるよ。答えは0だ。正解。ほら盛り上がれ。ある山小屋の不思議な扉、はいはい、風もないのに閉じたり閉まったりします、はい、なぜ。山小屋だから、まあ、立て付け悪いし風吹いちゃってるからしょうがない。何も起こってません。山小屋でしょ。山小屋でドアがガンガンってなるってことでしょ、うん、普通に人いるんじゃないの。謎謎でしょ。ある山小屋の不思議な扉、うん、不思議な扉、風もないのに風もないのに閉じたり閉まったりします、はい、なぜ。壊れかけてる。ちゃんと聞いて風もないのに風もないのに閉じたり閉まったりするんだよ、うん、なんで。閉じたり閉まったり閉じたり閉まったり、うん、風もないのに、うん、風もないのに閉じたり閉まったり。これ謎の音だよね、うん、不思議な扉、山小屋、いい山小屋、レペゼン山小屋ある山小屋の不思議な扉、風もないのに閉じたり閉まったりします。閉じたり閉まる。なぜ。誰かいる頑張れこれは頑張れ。これはもう頑張ってほしい。これはもう頑張れ。頑張るよ俺、天才だから。お IQ30 風はないみたいな。違う。どういうことどういうことどういうこと。風はないけど土砂崩れはあるみたいな。あ、やないか閉じたり閉まったりって何。
しかイメージできないよね。それ空いてるやん。やんな、うん、閉じたり閉まったりすると。どうぞどうぞ。え、山小屋？うん、不思議な扉だ。え、自動ドア？違う。いや、途中で入ってきてる。正解。正解います。閉じたり閉まったりも同じ意味なので何も起こってないですっていうのが答えです。あー、確かに。難しかったね。難しかった、うん、ちょっと難しかったわ。ちょっと難しかった。日本語ならではだよね。だって英語だったらないもん。ミラムセン流された。ラスト問題。太郎くんと二郎くんは同じ生年月日で両親も同じですが、はい、双子ではないと言います、はい、なぜですか？生年月日って西暦から一緒ってことだもんね、うん、生まれた日は本当に全く同じ。同じで両親も同じ。両親も同じ。双子ではない。双子ではない。太郎と二郎。太郎と二郎なんでですか？なんででしょう。それはもうお父さんとお母さん、深い問題になってくると思います。なんででしょう。そこは僕たち踏み入っちゃいけねえの。なぞなぞなんでお願いします。あ、そっか。1996年11月8日生まれ。そう、太郎と二郎がいました。そう、両親は一緒。両親も同じです。でも双子じゃないんですよ。なんでですか？双子じゃなくて、トゥインズって言ってっていう感じなんでしょう。稲見さん。いけいけ。もういいですか、答え言って。はい。三つ子だからです。ああ、登場人物がいなかったわけだ。そう。ふざけんなよ。はい。なぞなぞ企画、あの脳みそやべえってことが発覚してしまいました。え、てかみんなわかる？わかるもんなの？どうなの？俺だけじゃないっしょ。まあでも今日はこの辺で動画の方終わりたいと思います。また次の動画も見てください。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではチャオ。